ジオ。ああ暇だな。誰か遊べる人いないかな。もしもし聞いた。今日遊べる？今さ新しくできた弟と一緒に遊んでんだよね。ちょっとうんちやめてよ。もしもしウドジン今日遊べる？もしもし今日妹とアフタヌーンティーに来てるからごめんね。もしもしユウト今日遊べる？もしもし今弟と遊んでるからまた今度ね。もしも兄弟がいたらもっといっぱい遊べるのにな。お母さん俺兄弟が欲しい。何を今さら愛がないと子供はできないのよ。なんだ見せかけのポッコリお腹かよ。何して？俺の願いなんて絶対叶えてくんないんだから本当嫌い。いやあの子一緒に遊ぶ相手がいなくて寂しいのね。あ、金介君、今日も遺伝子組み換えの実験会？妻のサプライズで2人目の子供を産んであげようと思ってね。遺伝子組み換えを試してるんだ。また失敗だ。もし転生遺伝子があったら僕に分けてくれないか？君は一体何に使おうとしてるんだ？なに簡単な話さ。なんだそれは。分かることじゃないよ。分かんないそんなの。考えたんだけど子育ては経済的にも肉体的にも一人が限界かも。そうだよね。ま、もしも二人目が欲しくなったらこの手紙を開けてね。立派に育つんだぞ金子。熱いわね。あ、毒味の空気おいしい。この罠をかいくぐりここにたどり着ける人間は人類でたった一人しかいない。ママ会いたかったよ。私も会いたかったわ。私の名前は金子。金子ちゃん私のこと恨んでない？恨んでなんかないよ。ずっと会えるのを楽しみにしてたんだから。なんていい子なの。おい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 妹になる金子ちゃんです。妹ってどこから連れてきたの？ちっちゃいことは気にするなって。わかちこわかちこ。お兄ちゃんこれからよろしくね。よろしく。パパだよ。わかちこ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 。
それじゃあ一緒にゲームしようか。ここはわざと負けて金子に喜んでもらおう。あ、引けちゃった。頼む、倒れないでくれ。すごいぞ金子、さすがにお兄ちゃんの負け。虫なのか。ヤネちゃん、私が鬼ごっこの相手をしてあげるわ。今日は特別な日なのでいつもより頑張って作ったわよ。いただきます。うわ、まっつ。ごちそうさま、ママの手料理おいしい。ほんと？赤字さんのヨネちゃんとは違って金子ちゃんは舌が肥えてるわね。嘘だろ、こんなまずい料理も。ヨネちゃん、ちゃんと残さず食べなさいよ。うん、なんかさっきよりも増えてない？ごちそうさま。ごちそうさま。あんた、ちゃんと残さず食べなさい。なんかおかしいな。ヤネスケ、いつまで寝てんだ。え、さっさと準備して学校行きなさい。金子ちゃんも早く見て偉いわね。よし、よし、行ってきます。行ってらっしゃい。兄ちゃんって案外ドジだよね。ん、お兄ちゃんをバカにするなよ。ほら、お兄ちゃんに謝りな。ごめんなさい。引っかかった。ヤネスケ追い出し作戦。嘘泣き。母親の手料理を押し付ける。目覚まし時計のすり替え。金子は俺とお母さんの仲を悪くさせて俺を追い出す気だったのか。母の大切なものを破壊。ああ、バレちゃったか。金子、お前、ママが結婚式でもらったこのダイヤの指輪、兄ちゃんが壊したって言ったらどんな反応するんだろうな。いや、やめろ。おらー。
るぞ。もしかして俺と同じ装備を。装備だけじゃないよ、私はママの強靭な肉体も引き継いでる。私は国の仕事があるから帰るわね。ちょっと待って。金子、一緒に暮らそうよ。私がいたら邪魔でしょ。俺とお母さんは仲悪いし、金子がいてくれた方がいいよ。手加減してたのバレバレだったよ。え？俺のバケラに気づいてない。このままだと本当に当たっちゃう。ロケットバケラに当たれ。おりゃよろしく。最初はグー、じゃんけんグー、またねー。